皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。今回はですね、到着したばっかしの、シェベル、アメ車ですね。シェベルちゃんですよ。69年型シェベル、シェーベル、シャベル、シェベルっていいのかな、はい、SS396 ですね。これね、大野はね、大体ワーゲンバスが好きでこうミニカー集め出した口なんですけど、ね、あの60年代から70年代のかけての車っていうのはアメ車に限らずね、全部あの個性的なんですよね。でフォルムが綺麗、今みたいにね、全部なんかガンダムの合体用の車かみたいなね、どれもこれも同じ車っていうのは大嫌いなので、こういうこうね、アメ車でもこうなんかいい感じのね、これはね、あの大野は大体この縦ラインよりも流線型なやつが好きなので、ちょっとまあ、 あの大野が大体好きなやつとかとは系統が違うんですよね。まあ極端に言えば、あの前回着色したね、セリカとか、ああいうこうタイヤハウスがポコッとしてこうね、コルベットとかもそうですけど、そういうやつの方がなんか好きですよね。あとはね、007、007で使われたあのやつですよね。はい、ああいうやつが大好きなんですけど、ね、これもね、いいんですよ。っていうかね、これね、アマゾンでちょっととお高いんですよ。830円だったかな。でね、どれぐらいの実力かって、もうこれ今ね、パッケージを開ける前からすごい。これはね、スタンプ前も後ろもしっかりペイント、スタンプね、塗装ちゅうか、なんちゅうのかな、もうスタンプみたいので、カッシャーンカッシャーンってこうあのね、塗るわけじゃなくてね、印刷ですね、どっちかというとね、ペイントっていうよりもね、印刷されてるんですよ。だからね、もうすごい精密で、しかもこうね、ロゴとかもしっかりできるっていうのがね、あのスタンプのスタンプ印刷もね、いいとこなんですけどね。でこの辺にね、こうちょっとね、次回の匂わせのやつもね、あの乗ってもらいながらちょっと行きましょうね。で、カッターでまずはカットします。はい、開けますね。よいしょ。これはまあいいですね。関係ないですけどね、これもね、一緒に到着したんですけどね、ねえ、これね、もうね、こっちよりも実はね、このね、ベンツの方がすごい、次回かその次ぐらいに行くんですけどね。あ、これ見て、やっぱね、ベーシックカーと違ってね、内装じゃない、内内パッケージもこう動かないように、傷がつかないようにこうね、ちゃんともう一枚こう、透明だから見にくいかな、ね、光当ててやると分かりやすいです。こういうのが入ってますね。はい、こう入ってましたよ。でちょっと、今これ、うわ、すごいわこれ。これ開くな、あ、開かないのか。あ、ちょっと、はい、2倍にしますね。倍率4、はい、倍率ゾーン。わ、来た。もうフロントからすごいわこれ。再現率がかっこいいねこれ。あらららら、もうめちゃくちゃかっこいいですよ。もうこのなんかイラストのね、雰囲気をそのまま来ましたよ。わっちゃー、こらすごい、うん、あ、真ん中に SS ってあるんですけど、この SS はね、ちょっと省略されてる感じですが、いや、こりゃすごいよ。透明パーツ、これ透明パーツでね、扱われてるのか。で、なんかね、うわ、かっちょいい。で、次に横ですね。わ、ここにほら、ちゃんとね。うわ、すごいな、なんか。
でね、これね、この墨入れっていうか、ここがこういう風にあれしてるから、ここ開くのかなと思ったら、ちゃんとここのね、あの隙間のところに墨入れって言って、こうね、黒系の着色してるから、もうすごいドアがね、開くギミックがあるのかなって思わせるぐらいね、うまい。でこれ、ここもちゃんとシルバーが塗られてるし、わ、こっち側のフロントのね、フロントガラスのところにもちゃんと着色されてますよ。うわ、高いだけあるな、すごいな、これすごい再現率すごすぎますよ、これすごい。ここもほら、ちゃんと中央のね、鍵穴、これ、うん、うわ、見て、テールのランプの、なんかこの当時のアメシャーって感じがね、雰囲気がめっちゃくちゃ伝わりますね、これ。こりゃいい。このメッキの使い方はね、いいですよね。下にこう、もう何もないから、バンパーの下にね。うわ、かっこいい。ね、あ、これなんだ、これ。これ、うわ、塗装ミスだ。まあ、こういうのもね、一個一個の個体の味ですわ。はい。あ、これすごいでしょ、見て。タイヤハウスからさ、ちゃんとタイヤがこう、ね、底扁平率のタイヤがこう、シャコタン気味のね、雰囲気をめちゃくちゃ醸し出してますよ。この当時のヤンキーがいっぱい乗ってたんでしょうね、これにね。この、あの、ムスタングとかああいうのもそうですけど、ね、このレーサー気分のね、こう、ペインティングというか、かっちょいいな、これ。これですよ、これ。来ましたよ、来ました。この字を這うようなね、ちょっと雰囲気的な、いいんじゃないこれ。あ、めちゃくちゃいい。ここのほら、あのフロントバンパーのね、このボコッとへこんだところのところのね、うわ、これかっこいいですわ。もう一家に一台、皆さんもね、アメ車嫌いでもこれかっこいいです。いや、アメ車嫌いでしたか、わんと思うけど、はい。オーノスでさえ買ってしまったっていうね、うわ、830円出したらここまでかっちょいいのが買えるんだって。で、これがまあ、墨入れじゃなくて、ギミックでね、ドアがガンと開くとかね、このフロントがガボッとか、ね、フロントが、フロントじゃない、ボンネットがガーンとか開いてくれたらね、もうこれ最高でしたよね。ここほら、フロントのね、ボンネットのところも、これ墨入れしてるんですよね、ちゃんとね、ボンネットのところ。アリアも。だからね、なんか、めっちゃくちゃ立体感あるよ、これ。ということで、皆さんおすすめですよ、これ。はい。どうでしょうか。今回はこのね、はい、シャーベルよね、はい、こいつをご紹介しました。というところで、次回はこいつが来るんじゃないかなっていう感じですけどね。ね、この辺ね、って感じですよ。わ、来たな、これ来たな、いい感じ。ということで、はい、こいつがもう最高によくできてたというお話ですわね。はい、一家に一台、皆さんいかがでしょうか。ということで、今回の動画はこちらでおしまいでございます。よろしくお願いします。孤高のチャンネル。